浅草寺近くでアナルという言葉を聞いたの初めてだった。まあ兄弟みたい、誰よりも高く投げようと思います。お隣の人が、うん、大胆だなって言われてます。末正吉祭りやすごいな。最近噂の10円パンがあります。何10円パンって。なんかすんごい伸びるやつ、チーズそう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 みたいなやつを10円玉にしてんやん。そう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 、クルチョンはここで食べませんから触るけど触るけど食べもう揚げまんでお腹いっぱいあ、もう梅が咲いとるね。あ、そうですね。射的場があります。へえ。なんかちょっとおしゃれな。うまいね。ここもめっちゃ並んでんな。天ぷらチップス。何それ。あ、うなな近い？うなな見つけましたが、次食べれるのが4時55分。めちゃくちゃ人気。今1時40分です。さあ行きましょう。次行きましょう。もう俺うなぎの口になっちゃってる。すごいね。あ、受け取りの列とかもここにある。すごいな。あ、じゃあとりあえずそこのメガネをさ路地連れ込んで。株式会社マリモ受け取らせてから楽しんでるっつって近い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 。まあしょうがないしスタバでも行こうかそんなチェーン店浅草の有名なね、ホッピー通り。ホッピー通り、もう飲み屋さんがガーッと並んでる。せんべろ。せんべろではないですそんなに安くないかも。ここはホッピー通りですね。なるほど。わー、ホッピー通りだわすごい。みんな飲んでますよ。やばいね。もう飲んべんにはたまんない。お昼やで、まだ2時前ですからね。すごいな。わあ、上タン食いたい。うまそう、うまそう。なんかちょっと世界が違います。うん、混んでるね。混んでますね。すごいな昼間からこんなに飲む人たちがいるんや北千中の全市民集めても語れてんのちゃうかここにいる人たちだけで人数そんなことないです人力車でも乗っとけない乗ったことあります？ない。俺もないです。乗ってみる？あれ確か行きます。あのほらクジラ屋があります、捕鯨船。あ、へえ。あれがビートたけしさんです。あら、あの本当にクジラのメニューとかも、すごいね。だって浅草キッドが歌われてた頃からある店ってことや。そうですね。はあ、見に行ってみる。わあ、有名な人たちばっかりですね。そびえ立つタワー。ディープな通りをちょっとチョモちゃんに紹介しようかな。お、まだ豚の頭とか売ってるとこそれ上野のセンター街の近くこちらの動画をご覧なんかね、ちょっと時間が止まったようなほうあのところがあるんですか、ね、あ、なんかそういう系の AV AV よくそれ見てますそれがですね、こちらなんですよ。お、はい、お、すごいすごい。浅草で違う、もう古めかしでしょ。ここだけね、なんかちょっとね、異質なんですよ。へー、行ってみますか。はい、行ってみましょう。そうだね。めっちゃなんかその独特な匂い。独特な匂い。うわ、すっごいね。すごいでしょ。天井低い。うわあ。日本酒だ。ああ。忍者がやってる。へえ。うわあ。そう、忍者バー。へえ。ないね。うわあ。ここも忍者バーや。あ、忍者バー。
はあ、なんかやっぱ昭和の壁だもん。いやそうやね、うん、天井もこの浮き出しの感じやばいね。なかなかこういうとこだね。やってるここってかテナント空いてるもんね。やろうか。うわー、カチョンちゃんにこういうとこでお任せで切ってほしい。アイパー当てられる。角刈りとかで。わっ、1時間ぐらいやってない。ここ、あ、ここ。これ結構なんかね、うん、なんかみんな飲んだくれて、絵になるから、まあ、こういう時期なんで、ね、あ、でもいきなり駅なんだよね。駅。うわすごいですね。こりゃディープだわ。ディープです。じゃあ、ちょっくら地上に上がりやすか。地上に上がりましょう。さあ、はい、今日はその見たかったお店が閉まってたりだとか、うん、食いたかったうなぎが人気すぎて食えなかったりだとか、やばいね、あれね。だったので、悔しいからこれから俺たちはとある童貞を捨てます。お、長年来てますけど初めて。俺もそうです。行きましょうか。行きましょう。こちらに乗らせていただきます。大丈夫ですか。これカイロ、これ北海道です。ありがとう。あ、なるほど、ありがとうございます。なるほど、優しい。行けそうですか。行けそうです。すごい、人生初人力車。人力車、人生初人力車です。しかもうちの会社があの人力車浅草15社ぐらいあるんですけど、はい、あ、ごめんなさい、うちが一番リーズナブルなんで。へぇー、値段違うんですよ。へぇー、はい、じゃあ失礼しますね。はい、はい、ありがとうございます。どちらからお越しですか。神有です。じゃあ気合い入れていきますね。はい、ありがとうございます。持ち上げますよ。はい。ちょっと怖い。2-3。おいしょ。おお。大丈夫そうですか。いい。すごい。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。いい。すげえ。マリモ。神山。電気ブランっていうお酒。ああ、あります、あります。その時代電気って新しいもので。新しいものによく電気ってついてたんですよ。なるほどなるほど。だから新しいブランデーだから電気だ。はあ、そういう感じだ。なるほど。今三鷹は通りの。あ、いいね、スカイツリーが。スカイツリー。これめっちゃ重そうね。平坦な道だったら大丈夫ですね。あ、そうなんですね。あ、うん、本当しんどい。ああ、坂行きましょう。赤赤赤。いくらすると思います？人力車自体。人力車。これ。なんぼ？240万。おお、刻んでくる。いくら？90万。どの間ぐらい？180万。180万するってこれ。高っ。俺結構無茶な金額で言ったんですけど、割と近い。人力のくせに軽と同じくらいする。そうやね、軽変えるね。そうだ、すべて特注みたいになっちゃって大量。いや、まあそうっすよね、こういうのは。もう作り手も少なくなってきて。うーん、スカイツリーバックにお写真撮りましょうか。あ、ありがとうございます。すみません。はい、じゃあ失礼します、ね、お願いします。先ほどの場所戻っていきましょうか。はい、それこそいろんな YouTube とかで、うん、この引き手が女性の方の場合の方がなんかやっぱ YouTube で跳ねてますね。あー、なんか何人か見ました、今日。いやー、俺は絶対男がいいと思ってます。あ、女の子の人力車。女の子がいい、これ。女の子がいい、これ。でもやっぱ男の人がいいな、俺は。めっちゃしんどそうですね。はい、全然大丈夫。元気いっぱい。すごいな。かっこいい。
男の背中。男の背中。では終点となります。ではありがとうございました。ありがとうございました。あっちゅうまでしたね。ね、楽しかった。くるちょもチャンネル。ということですね、今回は、浅草で、初詣、みくじやってきましたけど、非常にね、最後楽しかったですね。いやー、やっと2023始まった感じがしますね。そうですね、ちょっと遅スタートになりました、遅くなりました。あ、ちょっとね、のんびり更新、引き続きのんびり更新ではありますが、はいはい、ね、ぜひぜひ今年も俺たちが楽しい動画をそうですね、いっぱい作っていきますので、はい、今年も何卒、はい、よろしくお願いしますということで、お願いします。ララ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 浅草寺が、はい、お送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。